はい、それじゃあ早速 NS1 に会いに行ってみましょう。どうしてるかな。20年ぶりだしな。元気してるのかな。おほほほほ、久しぶり。久しぶりだな、エネさん。久しぶり。もしもし、もしもし、もしもし、めっちゃ猫を見よる。 NS1 に話しかけよる俺をめっちゃ猫を見よる。あれ野良猫ですよ、野良猫。箱から入ってきたんでしょ。もしもし、 NS1 くん、 N1 くん、おお久しぶり。ポーズのまんまやな。起きて NS1 くん。こちょ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 こやめろし、やめろし、起きとるし。久しぶりやな。何しよったん自分。いやな、ちょっとな、最近いろいろあってな、なかなかね、遊びに来れんかった。いや、ほんま、いつだったかな。20年前や。でも20年前、久しぶりやな。そうやな、でね、また久しぶりに君に乗せてもらおうかなと思って来たんじゃ。え、マジで？せやかて、ずっと何なんか、ここにこう、こう、取りに来るたんびに、ずっとこう、話しかけとったやん。なんか、無視やん。ほんま。いや、ごめん、ごめんって。ごめん、ごめん。ごめん、ごめん。まあ、ちょっとね、また、一緒に走りましょう。してくれるか。うん、分かった。まあちょっと、すな。じゃあ、久しぶりに走ってみようかな。よし、じゃあ一旦外出ますか。そやな。20年ぶりのシャバはどんなバトンやろうな。楽しいやな。はい、外にね、ようやく出せました。1時間ぐらいかかったかな。ちょっとね、入り組んでるんでね、ガレージの出入り口がね、なんとかちょっと出すことができました。まあ、外観はね、こんな感じです。はい、だいぶもうホコリがかぶってて、大変な状況です、これは。でもう今出すときにね、ちょっといろいろブレーキやらクラッチやら、あとタイヤの回り具合とか、見ていったんですけど、ね、はい、マフラーはね、ドッグファイトレーシングですね。これ結構レアだと、当時だいぶレアだったと思うんですけど、今ではどうなんでしょう、ドッグファイトね。まあ、こんな感じですね。ウィンカーもテールを変えてます。埋め込みウィンカーですね。はい、
これね、エンジンはね、もう乗らなくなるまでずっとかかってた状態なんで、おそらくオーバーホールとかしたら乗れるんじゃないかなと思います。タイヤは、両方、空気がない状態でした。ですので今ね、入れてます。で、入れたところリアね、ずっとシューって空気が漏れてる音がしてますので、多分っていうか、まあ 100% ね、交換しないといけないと思います。ブレーキ関係ですね、キャリパーとかがどうなのかっていう部分とか、まあいろいろちょっと見て回らないといけないんで、これからちょっと大変そうです。この子は手がかかりそうです。はい、じゃあね、洗車をしながらね、詳しい状況を見ていこうと思います。やっぱかっこいいですね、当時のまんま、めちゃくちゃかっこいいです MS1。 はい、まあちょっとこの状態を覚えておいてください。まあここもアルマイトをね、当時流行ったやつ使ってます。メットインの中はすごいな。なんか当時レーシング仕様で使ってたね、インテークチャンバーですね、インチャンとか外したやつがあります。あとセパハンとかね、替えの CDI、 これは多分まだ生きてると思います。こんなんとか、あとまあこういったパーツ、純正パーツとかもね、あります。で、これね、これ何でしたっけ、これスパークリングワイヤー、あれだ、あれね、プラグとあれをつないでるコードね、あれの電動率を良くするコードですね。こんな触ったりしてますね。じゃあね、ちょっと洗車をしながら悪い箇所見ていこうと思います。はいはい、一通りね、洗車の方が終わりました。はい、ね、結構これね、知名度を打ってますね。リアブレーキ、OK でした、効きました。で、当然のごとくエンジンはかかります。あ、かからないです。ね。でも圧縮はしっかりあるんで、大丈夫だと思います。まあ、あんまりね、今の状態でゴリゴリ回すのは危険なんで、このくらいにしておきます。で、問題なのが、ハンドルの右側ですね。ブレーキが全く、用なしてないですね、これ。ブレーキ。スカスカです。で、二つ目。アクセルも固着。多分、ワイヤーだと思うんですけど、アクセルワイヤーですね。完全に固着していて、動かない。ここも。はい。動かないですね。これですね。ハンドル。あ、ハンドルやって、アクセルね。動かない状態です。こうやってやってもね、動いてません。はい、でもここの部分はある程度遊びがあるんで、この腰下ですかの方は大丈夫そうなんですよね。うん、まあちょっと詳しい内容はもっとこうバラして見てみないとわからないですね。はい。で、タイヤですね、抜けてます。抜けてるのがこれ、買ってから結構すぐにね、釘踏んだんですよ。で、そこを修復したところの修復箇所から、
空気が今こう漏れてるような状態です。はい、まあどうせタイヤはね変えるんでね、はい、大丈夫だと思います。あとマフラー、そうですね、まあカウル外してみないとわからないんですけど、まあ錆がひどいですね。これも ビーノ ですね、ビーノのようにビーノのマフラーのように、まあ、耐熱塗装やっていこうかなと、耐熱塗装をねやっていこうかなと思います。ブレーキの方は大丈夫で、こっちもやって、クラッチは全然生きてますけど、まあ一度外してね、シリコンオフか、まあワイヤーの状況を見て、まあ交換するなり、考えたいと思います。はい、まあ電気系統もね死んでる状態で、ここのやつもかなり固着してるんで、まあちょっと外からね、クリーナーを拭いて、それでも動きが悪くなればここもオーバーホールしたりしようかなと思います。多分やっていかないといけないのが、まあエアクリーナー、のフィルター交換、キャブのオーバーホールセッティング、まあ、ブレーキ、フロントブレーキの修理ですね。キャリパーがどうかはわからないですけど、まあそれはタイヤを外した時に、詳しく見ていこうかなと思います。で、アクセルですね。アクセルワイヤーでしょうね。はい。アクセルワイヤーの修理ですね。あとは、というわけでこの中バッテリー交換とかですね、電気系統もろもろやっていこうと思います。まあオイルとかもね残ってて、タンクにガソリンも入っている状態なんで、まあちょっと匂いを嗅いで状況を見てみようかなと思います。まあ幸いねタンク、ガソリンタンクね、ガソリンタンクが抜けた状態で保存するより、入ってた状態で保存した方がタンクの痛みがね、少ないと思うんで、まあ、そこの部分はラッキーだったかなと思います。多分大丈夫だと思います。まあは、まあ走れるようになるまでどのくらいかかるかわからないですけど、ぼちぼちね、やっていって、まあ動画の方にね、していこうかなと思いますんで、まあ素人なんでね、わからないところは多分皆さんにね、まあお知恵を借りるかもわからないんで、はい、その時はご協力よろしくお願いします。はい、それじゃあね、頑張っていきたいと思います。まずね、カウルを外していこうと思います。まずね、カウルを外して、まあ中継と、まあ、エンジンがかかるかどうか、確認して、進めていこうかなと思います。はい、 Here we go.